桃園市国立台北科技大学附設桃園農工、校内歴史建築、桃園農工宿舎群、前年総不明人種叩き会、ティーン批評史根教前陥没修復、新イタリ非民存純門、渋潮ニア、市府文化局裁罰高校30万元、高方不服提起行政訴訟。北葛期後建上七時代、校内農耕宿舎群部分ため日式建築、2017年3月24日登録ため、桃園農耕宿舎群歴史建築、しめじ2000たつぼ。一議員応援行き通費、桃園農耕宿舎群前年有料棟建物相当破壊、歴史建築編特山破布館、売財なり没有用修復。応援行き表示、成功路上車来車先、連民ゾントモンター、はい渋潮ニア。またぜ廃境、画不幸石国祖多面廃ぜ歴史建築、各単位という自己的船長、学校伏せ目教育、などん修復工程、こっち面文化局応外教助、歩道学校、不能三万放任。文化局会を、目前正有教助校方向文化部申請修復計画経費、リング外在管理由森方面、開不定時奉仕与え順茶、ただ用広報優遇等相関問題、都会提供番組助。北葛期後校長陳勝利棟的主王、公園残地25校ごろ、鑑識無法編及び聖子公園、座を不当ぜ何人破壊歴史建築、深見日下げ校修復計画書旧文化部、総修復工程経費約1億多元、小吉中央及び地方共同負担、和歌計画順利通過、修復工程余計需要約2たる3年。イタリ上文化局裁罰高校30万元、高方不服提起行政訴訟、文化局在去年12月8日陳報桃園地方法院、小、裁罰新大平30万元、及び、甲府学校名称、総監人等移り受け教育部安市所、両部分大一並び審理、判決、目前全案位総大北高等行政法院審理中、北葛期後上七時代未建立、校内農耕宿舎群部分ため日式建築、市政人ため有保存与え図費主導引下げ法。図、桃園市文化局提供。